についても本校で取り扱う1987年より1990年までに朝日そのラマのそのラマ文庫より書き下ろしシリーズとして刊行されたクレイジー d シリーズが全4巻外伝1巻ダーティプリンスが全5巻表紙挿絵は加藤達夫後藤圭介極道戦士飛ぶ 不死身の魔王青い目の死神帝王の自画像1987年12月にはカセットブック CD クレイジーリー極道戦士飛ぶが発売されている ISBN4 から2572000651990年9月にシリーズ前日端となるクレイジーリー誕生が書き下ろしで発売されている ISBN4-257765321 殺しも、厭わない、宇宙海賊、陽気なリーとして、名を馳せるリーレフティ。アドリア連邦に占領されたサンタバルバラ連邦の、ウルビーの王子に売り二つであったことから、ララに担がれて、サンタバルバラ連邦最高の旅に出る。孤立による平和を主義としていた地球を味方につけた、リーたちは、地球艦隊を率いて、 アドリア連邦の地昇権ドクターと戦う。その戦いの中、リーは宇宙海賊の若頭から統治者へと成長していった。極道戦士、再び、野望の新気楼追走の光と影勝利者の功績自由への参加先の対戦を生還し、地球が蓄えてきた兵力も枯渇したことを見抜いた海王星イコールリエン邦のビッグコアは、全宇宙の制覇に乗り出した。声は、 カセットブック、CD 版における配役、ありがとうございます。